いや、こんだけやっときゃ、そりゃルークがあの調整を食らって、あ、なんか確かに弱くなったなっていうのもちょっと説得力あるだろ。ちなみに、ちなみにルーク戦4937戦ね、一枚やってない組み合わせ見てください。122戦しかやってません。ふざけてます。私はその無警戒がゆえに、このキンバリー戦318戦、これ多分バルマスターに見られました。で CC でフルボッコされて負けました。こっちロック機能欲しいな。シークレット機能が欲しい。これシークレット機能が、シークレット機能ないとちょっとこれバレる。バレます。バルマス見とった。バルマスじゃなくても見とった。あ、でもこれザンギエフ勝率悪いな。俺ね、これラシード変えた時にクソほど負けないよな。マノンの試合数、マノン、マノンは7947戦、ラシードは25489戦でございます、トータル。マノンやっとったのはね、エボで終わった。俺エボでやめた。去年のエボでやめた。でマノンで、あー、でも俺剣戦一番やっとるわ、マノンで。いや、マノンダルシムクソ大義かったんよな、これ。マノンでやっとってね、ダルシムが一番きつかった、マジで。で、一番楽だったのは、楽っていうか、まあでも他はね、結構いい勝負だったな。まあここら辺はなんかキャラ対策とか相手のキャラの知識がなかったっけ、結構、あれだったけど。マジでダルシム戦やばい。ラシードでやった時に革命が起きたかと思った、俺。マジで、おしっこ漏らしとったもん。嬉しすぎて、楽すぎて。マノンより竜はめっちゃ勝った。竜はなんか負ける気せんかった。まあでもね、そんな感じでしたね。スタートダッシュ遅いんですよ。でもそれでも結構頑張ってもらうと思うけどな。俺マジでスタートダッシュ自信なかったんだけど、まあ結果的にすぐ SFL が始まるっていうのがあったけさ、もう死に物狂いでやらないけんわけじゃん、 SFL 出るけさ。でキャラもさ、マノンとか言って、コマラギキャラやって。まあ、ラシードが出るけ、それまでのつなぎみたいな感じになっとったけど、まあ、あれ、もしね、なかったら、もっとスタートダッシュ遅かったかもしれんし。まあ、でもやっぱマノンからラシードに変えたきっかけとかも、まあ、ユウくんとかなんだけど、ユウくんとドグラさんかな？エボで、てか俺ね、DJ 戦マジで苦手で、マノンで。ダルシムの次に。んで、俺、ヒカル君と飛行機同じで、エボの行き、ヒカル君と話しよって、マノン対 DJ どうみたいな言われて、あ、聞いたら、いや、結構いけそうっすよ、みたいな言われたけ、あ、ちょっと頑張ってみようと思ったんや。ただね、エボついて、ホテルでドグラさんとユウ君でね、もうね、こっぱんされたんよね、DJ に。もうそれがね、なんかね、いや、まあ、今やったら全然違うかもしれないんだけど、当時は、なんかね、これ対策しても絶対、なんか勝てそうねえなと思って、折れたんよな、あの時あれボコられて。でなんか大会もそのまま行ってアクアさんに負けて、なんか知らんルークに負けたんだけど、なんかその負け方もめちゃくちゃなんか投げやりみたいな負け方してしまって、いやなんかこれマジで良くないなと思って。でまあ負けた後に藤村さんと龍吉の部屋で対戦しよったんよ、みんなで。その大黒とかモケとかが集まって、でその時に最終日を、最終日帰る日の晩に、ゆうくんがラシード使いよったんよ、あの時。確か出たばっかの時に、でゆうくんにラシードってどうぶっちゃけって言ったら、まあ全然強いと思うよみたいなことを言っとって、でちょっとやったんよその時にラシードを。まあちょっとやってみるか。俺ね、なんかね、天の弱ですわ。天の弱って言うんですか、こういうの。なんかね、なんかラシードも使いたいんじゃけど、なんか使わんっていう。ちょっとこう、こんな安くねえぞっていう。大丈夫、わからん。もうわけわからんこと思っとったよ、その時は。なんか、調子乗って。逆張りですよ、逆張り。そう。求めてるかもしれんけど、いや、俺は、違う。他のキャラも使える。とか、なんか、ちょげなこと言っとったけど、その時に使ったんですよ、ラシード。やってみたらね、結構なんかスッと動かしたんよね。なんかまあ5の動きもちょっとできとったけ、なんかスッと動けて、
で、ゆうくんにね、あ、なんか杖結構動かせるねみたいに言われて、やっぱり俺にはラシドしかおらんって思って、その時にで、ゆうくんにその時にあの、ラシドに変えていいっつって、あの、一応その部屋、ゆかさんと龍吉の部屋で、しかも日本に帰って SFL で次忍びと当たるってなっとって、さすがにここでゆかさんに聞かれちゃまずいと思って、めちゃくちゃ小声で話して、あの、ラシードに変えていいっつって、だからゆうくんは別に、あ、もう全然いいよって、まあ常がそれだったら全然いいよって、ただ一応川野と立川にはあの相談するわって言って、ちゃんとみんながいいって言ってくれるんだったら変えるわっつって言って、で次の日に二人に会って、俺ちょっとキャララシードに変えてっつったら、あの、あ、全然いいっすよっつって、ただそのタイミングで なんと川野があのモダンやめますっていうのを言って、ゆうくんは白目向いてました。お前もかいって、一人ならまだしも二人変わるのはちょっとみたいな感じで白目向いてました、ゆうくん。まあ結果的にその後はゆうくんと立川とかにちょっと迷惑かけまくったね、やっぱリーグで。そういうね、経緯があったんですよ、ちょっとあのスト6のラシードに変えるときは。年のグッパチは期待してほしいな、まあ、ただ劇的な弱さ、劇的な変化でラシードが弱くなってしまった瞬間に俺は路頭に迷うことだ。妻もいます、娘もいます、路頭に迷います。皆さんチャンネル登録、フォロー、サブスクよろしくお願いします。今のうちによろしくお願いします。ローンも払えん人が出てくるんです。バラカス、あのターバン置いとくか。まあでもなんか面白い調整になってくる、まあ、弱くなったとしてもなんか頑張れば勝てるような調整にしてほしいよな。ポケカ売り出したら察する。はい、ちょっと今日売りに行ってきますとか言って、あの次俺プレハブから配信しとったら そう思ってください、ね、あとプレハブとかなんか外配信増えたりしたらあのさせてください。絶対売りません、なんじゃもう。プレハブから配信しだしたらもうそういうことです。スライスエグで補正でつけた方がいいですね。まあそんな話がありました。今日ね、あの高木さんとね、立川とね、俺ともう一人ポカオジで飯食いに行ったんですけど、かなり高木くんはねモチベありそうでね、よかったわ。あ、そう、エボいくつ取った、キャラもいろいろと迷う、どうしようかなみたいな、エドにしようかなとか。でもエドにするって言ったよ。よし、寝ます。ちょっと明日朝早いんで今日は寝ます。久々にこんなに配信した。皆さんよかったらですね、あの YouTube の方の登録もよろしくお願いします。 Twitch の登録もよろしくお願いします。年内 Twitch のフォロワー5万人、そして YouTube のフォロー、 YouTube もあの銅の盾を目指して頑張るんで、動画もたくさん更新しますので、よかったらいいねとかよろしくお願いします。グッドボタンとかね、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日もビッツサブスクスーパーチャットありがとうございました。またまた見て、はい、お疲れ様でした。バイバイ、おやすみ。